動画にしたのせいで怖いです。
歌わせていただきます。別れ上手。
今夜も歌う。
後藤芳君の歌、この部屋でお送りします。
I'm not afraid to die.
Thank you.
Oh.
さんの素顔をお送りします。Thank you.
Thank you.
Thank you.
それでは続きまして、ママですというフィルムのナンバー、懐かしいナンバーです。よろしくお願いいたします。
悲しみよりもっと大事なこと。
して小田純平さんのゴリラめぐみちゃんに歌っていただきます。Thank you.
それでは、私、歌わせていただきます。浅見千秋さんの歌で、ひじり橋でという歌を歌わせていただきます。Thank you.
ね、言うたんですよね。で、最後まで見たいところでございます。ありがとうございました。それでは、続きまして、はるかちゃんです。山口百恵さん、いい日旅立ち、お送りします。Never.
空を自由に泳いで飛び
手を伸ばせば闇を吐くだけ。虚しい唇に揺れる愛の小指よ、私をこんなにした人は誰。悪い男だと知りながら、初体持つことを夢見た。あんな美しか私が邪魔になったので、あれは魔が差したというのですか。ここまで喋って私を行かせたね。嘘だと気づいた時には捨てられたの。
ありがとうございました。はるかちゃん、鑑賞でございます。ありがとうございました。それでは、続きまして、めぐみちゃんです。竹内まりやさん、命の歌、お送りいたします。命の歌、めぐみちゃん鑑賞されました。ありがとうございました。
吉吉の最後の歌です。一目の名は夜明けの翼、歌っていただきます。
それではママに歌っていただきます。中島みゆきさんのこの空を飛べたらお送りいたします。
それでは私のラストを歌わせていただきます。主役の皆さん、ラストのアンタでお送りします。乗っていきましょう。はい。
とうございます。彩香ちゃん完勝でございます。ありがとうございました。それでは本当のラストでございます。本職の藤井美恵子さん、今ね一押しの、ね、ご主人の歌でございます、ね、歌っていただきます。本当のラストでございます。よろしくお願いします。二勝五勝をお送りします。いただいてお声掛けいただいて今日出させていただきました。
ちょっと間違いがあったけど、いや私ね、本当初めて、この間歌の前声おるよってことで、私どこでも行くんですよ、行きにね行ったところ、本当にここ今日の今日誘うつもりはなかったんですけど、聞きに行ったらあまりにもうまいのでびっくりして誘っちゃいました。ありがとうございます。また次回2ヶ月に1回やってるので出てほしいと思います、はい、よろしくお願いします。またママもうまいんです。だからこれはママも出てもらおうと思って、ね、参加していただきました。よろしくお願いします。半沢と申します。三重県松阪愛宕町で、私生まれも育ちも愛宕町なんですけども、ご存知の方は歓楽街で生まれ育ってますので、とても真面目な性格で今の発言で、でご縁がありましたね。彼女は私の方で働いてもらったことが少しあったんですね。でその間彼女もそう野望がありまして、カラオケ喫茶を経営したい、今ちょっと下準備という形で、うちの店を使っていただいて、カラオケ喫茶を今やっております。また皆さんに歌っていただきたいんですけども、もう歌好きばかりが集まっている店なのもんですから、もうカラオケが途切れる間がないぐらい、毎晩歌わせていただいております。もし皆さん機会がございましたら、子供のママの許可をいただいて。ね、本当にね、ママの夜のお店、めちゃくちゃ歌のうまい子ばっかりそうですって。私今日夜も行きます。はい、一回夜お伺いさせていただきます。みんな行くとき一緒に行こうね、行きましょう。はい、今日は本当ママに、はい、ありがとうございました。はい、はい、よろしくお願いいたします。よしこさんに、はい、お願いいたします。今日は、たくさん出演していただいたので、初めての方とも、いろんな歌が出て、楽しい、歌姫ライブでした。今日はですね、普段出ないような、若い、ね、そう、そう、めっちゃ嬉しかった。いっぱい聞けて、うん、はい、なんとね、彼女はですね、日本カラオケボックス大賞であやちゃんと私たち一緒に戦った仲なんです。それで私のパートナーでね、三重県代表で私たち2人に行ったんですけどもね、福島市にね、行かさせていただいて、私の パートナー、相方でございますね。ここの、生ライブ配信を立ち上げた、一緒に立ち上げてね、やろうって決めて今までがあります。はい、また男性の方も上手い方募集しますのでね、よろしくお願いいたします。めぐみちゃんお願いいたします。いいですか、とうとう一番最後にね、はい、やっぱり、はい、前に上がってもらって、よろしい、よろしい、はい、服のゲスは言わないので、はい、お願いいたします。ありがとうございました、めぐみです。2ヶ月に1回出させていただいてて、今日新しいメンバーと鹿島方も見えて楽しかったです。ありがとうございました。またお願いします。はい、三重県のね、三重県の大会で優勝されている方です。彩香ちゃんと申します。よろしくお願いいたします。今日もすごいメンバーで一緒に歌わせていただいてありがとうございました。昨日ですね、曲を選ぶのに朝の4時までなかなか寝れずで、今日は寝坊しました。そうなの、何回も電話しました。やっと寝れてね、すいません寝坊しました。うわー、よかった、出てくれて。よろしくお願いします。それでは、中に、はい、ご参でございます、ジーヒーです。大丈夫かしら。今日は本当にありがとうございました。ママ、お声掛け本当にありがとうございました。出ていただけるだけで光栄でございます。私も本当に楽しくって、どの曲どの曲、ね、出てきても、はい、いい歌ばっかりやったし、うん、皆さんがとっても素晴らしくって、本当に疲れたんちゃうかなっていうぐらい一生懸命聞かせていただきまして、今はでもすっきりと、なんかとっても本当に楽しかったなという心地良い感じでございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。そしてですね、2ヶ月に1回、ね、歌姫生ライブをしているわけです。次回はね、多分第3月曜日か火曜日だと思っててください。みんなの都合がね、あの時にかなり前から告知いたしますので、ね、皆さん楽しい生ライブ配信になったと思います。皆さんありがとうございました。たくさんの方見ていただいてありがとうございます。ありがとうございました。
い、OK です。お疲れ様でございます。